今までに会った経営者の中でこいつ別格だなと思った人いますか？何度も言ってるじゃないですか。まあ初めての人も多いんで、この番組はね、年老いたじじいが朝からコーラを飲みながらボケたセリフで毎回同じことを言うチャンネルにしたくないけど、でもまあ聞かれれば言いますけど、視点を変えれば多少変わるでしょう。今までやった中でこいつ別格だっていう経営陣、やっぱ孫さんはさ、いきなりツイッターで前も言ったけど、日曜日の大河ドラマの前になると、ウォーとかワーとかウェーとか7時55分ぐらいから叫び出すから、なんかタイムラインが汚くなるのよ。まあそんだけ坂本龍馬が好きでのことだとは思うんですけど、言うからうるせえなこの野郎と思った。あんまり知らなかったから、その時知らなきゃ関係ないからさ。で、うるさいハゲって書いたんだよ。だって本当にうるさいんだ。アドバンクかみたいなことも書いたことある。同じ日にね、2投稿ぐらいしたかな。で、俺はまあそんなの忘れてたらさ、次の月曜日会社行ってなんだかわんさかしてるから、松浦さん大丈夫ですかっていう声がいろんなとこから聞こえてくる。何よ、全然大丈夫だけど。孫さんにハゲって言って大丈夫ですかって。いや、じゃあ孫さんハゲてないのっていうことじゃん。大体そんなちっちゃいことでギャスが言うような人じゃないって俺は勝手に思ってたから、そんなこと言わないよと思ったら、水曜日ぐらいになったら電話がかかってきて、ソフトバンクに木曜日ぐらいに来てください。いや、火曜日ぐらい電話で、水曜日だったかな。とにかく早かった。でもね、呼び出されましたよ。でもね、まさかそんなね、ハゲだとかって言ったから、お前この野郎で呼び出すような器の人だとは到底思えなかったんで、何かあるのかなと思ってソフトバンクに行ったわけですよ。これ同じ話になっちゃうんだけど、そしたら孫さんの部屋があるんですよ、一番上に。すごい部屋が、度肝を抜かれるようなものすごい部屋の中に部屋があるみたいなね。ビルの最上階の中に和風の部屋があるみたいな。そこには小川が流れていて、季節によっては桜が咲いているんですよ。桜を常に咲かせるためには、南の桜からだんだん北の方の桜に移していくんですよね。そこまでやって常に桜をずっと、流れる小川のせせらぎには必ずあぶくが立たないように、あぶくが立つとバブルが弾けるからという意味で、必ずあぶくは立てない。ただしここは写真撮影しないでください。っていうのは、まあ、孫さんの決まり文句。さすがにそこで写真を撮るほどの度胸もないし、写真撮ったところで何人に見せんのみたいな話や。まあ気がついていたよね、やっぱりそのツイートには。うちはハードバンクではないですからって言われたから、あ、このおっさん分かってるわと思って、奥に案内されて、本当にすごい寿司屋の職人さんが来ていて、寿司屋なんか専属なんじゃないのかな。それで、今日朝一番のマグロを築地から仕入れてきましたって言われてさ。ああ、でも、はあだよね。そんなもの出されちゃったら。昼間だよ。DRC の赤とかさ、白とか出てくるわけよ。モンダシェット白とかさ。俺たちをそんなに接待して、どないすんだねって思ったけど、そんないいやん、めった飲めないから、もう片っ端からバカバカ飲んじゃって。まあ、孫さんほとんど飲まないよね。お客さんのために出してるから。俺らお客さんだから飲み放題じゃん。まあ、昼間からそんなワインを飲みながら仕事の話をちょっとしたんですけど、その時孫さんが考えている仕事っていうのは、僕からしてみればやめた方がいいんじゃないっていう仕事だったんで、それは僕はあまりお勧めできませんねって言ったら、やめてたね。それを僕にやってくれっていうことだったんじゃないかなっていう想像ですけど、僕はそれはあんまりいいとは思いませんっていうことで、その時は終わっちゃった。だけど何回か呼ばれたの、その後5回ぐらい呼ばれたかな。いろんな話があって、最後2人でサシでそこの部屋でご飯を食べた時もあるし、その後あることがあって、うちと一緒にやってた業務が、一緒に作ってた会社が、うちの都合じゃないよ、ソフトバンクさんの都合で辞めることになるんですけど、それからはほぼ会ってないですね。それ以降、孫さんは事業会社というよりも投資家になってしまったんで、はるか彼方遠いところへ行かれて、何百億何千億っていう投資の世界に行ってしまったんで、僕のようなどうでもいい業界の大したことないお金しか儲からないものには興味がなくなったんじゃないですかね。一切連絡がなくなりましたね、あれほどあったのに。だから別格って言えば、孫さんは別格でしたよ、あらゆる意味でね。